ンリー、モッタ、サイドをえぐった、ディフェンスを置き去りにした。さあどうする、ここでシュート、ゴール決まった。ゴール決まった。先制。この展開に特に驚きはないでしょうか、堀池さん。はい、チーム力にトルナブラ差がありますからね。これはもったいない、ボールを失いました。チャーチ、決まるか、入るか、キーパーが弾いた、そのままゴール。ピンチを救いました。そうですね、迷っていたらやられていましたね。振り抜いた、ゴールゲット。このシュートはゴールを生みました。この角度からも見ましょう。時計はまだ前半に終わったところです。ジェファーズ、ゴールだ。チャーチ、ピルロ、長谷部誠、このコースは読まれていたか。決まるか。また決まった。違うカメラからサイドのショットをご覧ください。クローゼ、ジェファース、メンディ、ブッフォン、ジェファース、サポートの選手も寄ってきた、合わせてくるか、これは面白い、ジェファース入った。均衡がやられました。勝負が決まります。あるいはもう1点取って安全圏に入ろうとするかもしれません。持った、チャーチ、キーパーが弾いた、そのままゴール。堀池さん、はい、キャプテンに選ばれてたら本当に動きがいいですし、チームを助けるんですよね。責任感なんでしょうかね。今消えるでしょう。アグエロ、入るか、すごいカーブです。ハーフタイム直前にリードを奪いました。監督もリードして折り返せるということで、後半のプランを作りやすくなりましたよ。いやー